流れ星学園校内放送、せーの、ダブ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 フォースです。はい、流れ星学園1年2組見習い魔法使いのシャミです。はい、流れ星学園1年2組、妖精ゆうきです。よろしくお願いします。学院長です。学院長です。わー、はい、では、今回は、こちら、うどんマップ監修九州醤油の焼きうどん肉盛りどーんについてご紹介していきたいと思います。はい、はい、こちらの商品が、うどんマップさんの監修の商品なんですけど、まずうどんマップとは何ぞやと、うどんマップとはテレビ西日本さん、TNC さんですね、の番組ももちはまストア内で放送されている人気のコーナーで、福岡60市町村で約1000店舗以上もあると言われるうどん店を回っていく、ももちはまストア初の人気コーナーでーす。はい、あきらくん見てる見てる、はい、はい、私たちが、以前の動画で、うどんマップ内で作られた、うどん体操を踊らせていただいたんですけど、あれも結構難しかったね。難しかったね。結構練習したよね。キルキルとかやってた動画ですね。で、まあその成り行きで、流れでこちらの商品を紹介させていただけたらなぁと思って今回取り上げてみました。あきらくん見てる。はい、はい、でこちらの商品、焼きうどんなんですけど、結構重いよ。重いね。結構重量感あるよね。重量感がある、でね、中身がキャベツかな。これキャベツかな。これ玉ねぎじゃない。玉ねぎだろう。なんだろう。目玉焼きとね、あ、キャベツ入ってる。キャベツ入ってる、玉ねぎ、その他で、あと肉、お肉が入ってる。紅生姜が入ってますね。これを早速食べてみようかなと、食べてみよう、思います。こっちがね、レンジで温められる、500ワット3分30秒、温めれば食べれるそうです。じゃあ早速温めてみましょう。見ましょう。それでは、レッツゴー。